イラン情勢の最新情報。ジブチもイランと断交。東アフリカのジブチは6日、イランでサウジアラビアの大使館が襲撃された事件を受け、イランと外交関係を断ったと発表した。先にイランと断交したサウジとの連帯を示すためという。イランにあるサウジ大使館は2日、サウジがイスラム教シーア派指導者ニムル氏の死刑を執行したことに反発する群衆に襲われた。これまでにバーレーンとスーダンがイランとの断交を表明し、アラブ首長国連邦、UAE などが大使召喚を含む外交関係の格下げを決めている。民の声へ続く。